ソヤタクミは日本のプロレスラー。リングネームはローメンマン。実景にプロレスラーのソヤ学がいる。高校時代は柔道、大学時代は総合格闘技の道場で空手をベースにした格闘技を経験。兄が所属している全日本プロレスの無刀塾番外編新人オーディションで合格。オーディション時にまだ学生だったため、 大学卒業後の2010年4月に全日本プロレスに正式入団。2011年1月2日、実刑である学徒のデビュー戦が決定。兄同様ウアゼはあまり高くないが、新人とは思えない、ビルドアップされた肉体を披露。アジアタッグ王者の兄を相手に物をじせず立ち向かい、空手仕込みのローリングソバットを繰り出した。試合後のインタビューでは、 目標の選手に、かつての全日四天王の一人、川田俊明を掲げ、ああいう、バチバチやりあえる選手になりたいと語った。3月8日の調子大会で顎を骨折し、9日から、欠場に入った。8月13日、後楽園ホールにて復帰。船木正勝をパートナーに、上道リング、レネデュプリと対戦した。顎を気にする素振りが試合中多く、試合は、 ホール負けしてしまったが、欠場前よりも、気迫のこもったファイトを見せた。8月20日札幌大会で、先輩である、総春から、プロ初勝利。その後も勝ち星を着実に増やし、額が属している、タッグチーム S に噛みつくなど、おとなしい若手が多い中、そういった強気な言動で、話題を集めていく。9月19日後楽園大会での4対4。 キャプテンフォールエリミネーションマッチでは、スワマ、船木正勝、近藤修二をメンバーに控えキャプテンとして対戦が決定。対戦前から自分がリーダーから取る、視界に入ってない、もっと上の人間と絡んでいきたい。さらには、兄のワイルドキャラに対して、よくわかんない。もうちょっと元気出した方が良いとバッサリ切り捨てるなど、強気な発言を繰り返し、当日の試合では、 見事キャプテンの中の上からギブアップを奪いキャプテンとしてチームの勝利に貢献した。その後順調に成長を続け、10月13日上越大会終了後、スワマにもっと上に行きたいと世界最強タッグ決定リーグ戦出場を直訴し、最強タッグ出場とスワマ、近藤修二のユニット、チームディストラクション加入を実現させた。 12月18日、敗れはしたが、アジアタッグ王者の関本大輔、岡林雄二組が持つアジアタッグ王座に挑戦した。2012年5月27日、後楽園、ホール大会で学徒初の兄弟タッグを結成するも、試合後昨年骨折した顎の状態が悪く、ドクターストップがかかったため引退を表明した。 翌28日に31日付で引退することが正式に発表された。2016年現在、稲市でワイン製造業をしている。2016年1月9日、全日本プロレス、稲大会における、新州プロレスリング提供試合で覆面レスラー、ローメンマンとして現役復帰を果たす。しかし、この時は、ローメンマンの正体は明かされておらず、 自身は来場という名目で、スワマ、青木厚仕組みのセコンドに就いた。試合後スワマから、現役復帰を要請された。その後は、新州プロレス所属選手として主に、南新地域での試合に出場している。2017年5月28日、レッスルマイナス1ミノア大会に参戦し、バトルロイヤルで、兄、ガクから、 スクールボーイで勝利。試合後、自身が老面ン,ンの正体であることを明かす。ありがとうございます。